はい、どうもこんにちはザキスキュークスシ,、えー、シーズン3エピソード12、まあ、前回に引き続きお客、えー、さんに来ていただいてますよろしくお願いします今回はブラジル開催迫るブラジル特集です <laughs>、はい、ブラジルの美味しい、まあ、料理から <laughs> 観光名所、まあ、国にまつわる情報までいろいろ話していきたいと思いますお願いします、はいあのまあ、前回、ね、公開日が 11月,月29ってことでね、うん、VCJ、まあ、勝利予想いろいろしてもらいましたけど勝ち上がってるでしょうか、うん、どうなんでしょうかプレオフグループが終わってこれからプレオフ、うん、まあ残って6チームはまあ本当オフラインをかけた戦いになってくると思うのでここから6分の3がオフラインそうローアー2組とアッパーの勝ち残りが1組かな、まあ、今回はねあの本当にブラジル特集ということで まあ莫大な量のね、チームが来てます。32チーム、はい。30チーム多いなあとか思ってたら、中国2チーム、えー。じゃあちょっとね、ここに関しては、まあ、フォーマットから何やらいろいろ、じゃあ逆算の方から<お>、はい、説明していた,いただきましょうか。はいまあ、まず32チームっていうのは、各リージョンのインターナショナルリーグの10チーム ×3EMEA。<お>かける えー、アメリカンス、えー、パシフィックの3つでかける 3, 3で30チームのと招待、えっとはい、で特別に中国のリージョンから2チーム、はい、合わせて32チームで今回なんとフォーマットがシンプルにシングルイルミネーションのトーナメント、はい、つまり32を16にして8にして4にして21まあ俗に言うトーナメントと言われて思いつく形式です初戦でね はい、16チームが帰宅ということで、うん、国際大会の初戦で帰宅することって、まあ、結構くるんですけど、うん、まあ仲間が多いんで今回、うん、確かに、はい、確かに半分同じ境遇って考えればもう半分初戦で帰ると思えばまあなんか空港で出会う顔もね、うん、見知った顔がそっちの方がや多い可能性もあるからね、うん、まあなかなかね本当こういうこれぐらいのチーム集めてシングルエリミネーションで だか焦るってなかなかの判断だと思いますけどなんか話によるとまあいろんなフォーマットを検討した結果まあこれになったとまあダブルエリメーションとかグループステージ込みでまあやると1回半大会が勝ってしまうとまあそういうのもありまあこの結果になったみたいですけどフォーマットについてどう思いますか皆さんは。しんど <laughs> まあ、しんど試合す数的ではしんどくない試合するよね <laughs> うんいやまあ精神面のしんどさ、ね、そのメンタル的にそうね、うんまあ、発表された直後は、まあ、かなりね反発だったりとか、うん、まあいろいろとその今のこのフォーマットに対する批判だったりもありますし、まあ、全員が全員納得できるフォーマットではないかもしれないけど、まあ、ちょっと本当にまに、あ、やばい前提がメタが違う 情報がない、新年一発目、うん、マスターズ出場権が勝っている、そこでのシングルエリミネーションなのでね、まあ、かなり緊張感がある大会なんじゃないかなと思いますね。本番までに変わってたりしてね。<laughs> ジで <laughs> なんか似たようなことあって、ちょっとだけ。うん、ワンチャンあるワンチャンある、本当にある。ね、全試合配信を今、多分、うん。 ね、ライアットはやろうとしていて、うん、それをやるってなるとる、ね、まあいろいろな条件がやっぱり30チーム、うん、32チームやろうってなったら、うんまあ、二窓を設けるとかね、うん、なんか他のタイトルだと、まあ、アルファブラボーで分かれたりとか、うん、まあそういうので、まあ、同時進行で試合数をこなしていくみたいなのはよく見ますけど、まあ、ちょっと今回そういうのもなしということで、うん、まあ出場チーム、まあ、ちょっとね枝から見ていきますかトーナメント表から、まあ、僕らが 参加するのはデルタオメガオメガだアルファとオメガアルファのオメガの方らしいんで下ですねじゃあ反対側から始めますかね全体的な感想どうですかこの上のアルファの感想感想って何感想ぱっと見まず地域は何かまんべんなく分けるみたいなそうだねそれはまあルールとしてちゃんとなってて デトネーション・ホーがスミがいますから、うん、アルファはジャイアンツ所詮ジャイアンツですね、うん、ジャイアンツはもともと G2 っぽい感じだよねピプソンがコーチだったりとかそうだねメンツで言うとねなんか中堅っぽい雰囲気をかましつつ、うん、やっぱフーディーがいるのがね、うん、こいつマジで強いよねマジで <laughs> <laughs> G2 でね多分一番強かったんじゃないかっていうぐらい、まあ、強い選手 まあドッキーも強かったけど、まあ、フーディーがいるので、まあ、いいメンツが揃ってるんじゃないかなと思いますね。もともとジャイアンツに残ってる、フィッティーニョ。うん、ンフィッティーニョ強かったよね。強い。うん、これ、ライムとかクラウドはどこにいた選手、ね、えっと、クラウドはナビ。うん,うん。ライムはど,っちどこだっけ、うん、なるほどね。まあ、e、EU の、まあ元々、もともと、うん。まあ、全体的に、ね、現在のチームが集まってきてるような。ティア1選手、まあ、ティアンチームにいたプラス、まあ、ティア2 そうやつのエースてる、超現実チームって感じです、ね。うん、EU は本当に層が厚くて、うん、世界大会とか出てないようなチームでも,も十分強い、うん。まあなんか、決して楽なチームではないっていう印象かな。ただ EU のチームなんでね、うん、まあ、しょっぱなからね、ペーパーレックス当たる c いもなんか、ちょっとかわいそうだなって思うんだよね。うんうん、力と力のぶつかり合い。うんまあパックの人たちは、まあ ペーパー X のスタイル分かってるしマネ、うん、ージャーももうどんどんこう常連化してるから、うん、なんとなく分かるとは思うけど、まあ、それでもやっぱこう新年一発目当たる相手ピペーパー X クスか、ちょっと体に悪い、まあ、でも C9 はその中でもちょっと体勢ありそうな雰囲気がちょっと火力抜群だしなんかもともとオプティックとかなんかあれぐらいのチームだと、まあ、全然かわせて。うん うん、いけるのかなと思うけど C9 はどうなんですか、ね、多分かわすんじゃなくてぶつかり合うんじゃないかなってぶつかり合うかな、うん、まあペーパーレックスの 2D の破壊力はかなりね、うん、馬鹿にできないものがあるので、うん、他のこのほ他のリージョンの選手の下馬評というか来年のリーグに関しての評価を見てると、まあ、C9 やっぱりかなり評価高いもともとのメンツプラスイエイっていうのもあるから、うん まあ少なくともめちゃくちゃ、まあ、NA では1 0 0 t c んかなみたいな感じはある。ペーパルークスはまあメンテ変更なしということで、うん、プラスでストリーマー兼選手が入ってますけど、強かったよね、あの日本でプレーしてたけど。うん、もともと GO の選手だし、うん、バルもやってるから、全然本当にプレーできるって感じだね。アルファ、他ありますかなければ、本当、コイと,と NRG とかいいと、順番に見ていくと見ていきますか。 まずそのチーム的にはクルーとかギルドみたいな感じでそのピケサッカーのレジェンドが設立したチームクルーはアグエロだしギルドはデッカムなんだけどそんな感じの声もなんか LEC とかも出てるしねうん、うん、なんかいつの間にか昔からちょこちょこ見るチームだなと思ってたらもうだいぶヨーロッパ圏では大きいチームに、うん、でもうロスターは総入れ替えかな 元々のメンツコルダメンタ、ね、シェイドストレックス、全員違う。そうなんかしかもね、その濃い、もともとのメンツ結構強かったではあったんだよね。うん、向こうでスクリームした感じとかも。ただまあそれでさえそういう世界ではあるから。うん、結構ガチだね。メンツ的に言うとまあコールダメンタ、シェイドストレックス、ウルフェン、スタックス。シェイドスとかすごい火力あるプレイヤーで。コ、うん、ルダメンタとか、IGL とかもやるようなそうね。うん賢い。なんかバランス。 うまくこの別チームから集まってなんか役割とかちゃんとしててバランスが整えばかなり強さを発揮しそうな、うんうん、ポテンシャルがね感じポジション的にはデュエリストはこれはトレックスルフェンあたりになるのかな,かなちょっとどうなるかわかんないでもシェードスがやりだすかもしれない正義イームでもう一瞬やってたもんね、うんうん レーナー、レーナー KO みたいな、スカイみたいな、あの、ちょっと前の竹爺みたいな感じのフィックフールだったから、まあ組み直しのチームは本当にそういうところもちょっと面白い、楽しむ、楽しめるところだよね。対するエ g ルギーですけど、はい、10人ロスターに向けて、あ、それ EG だね。あ、EG か。うん、<あ>エナルジーはアーディスだ。あの、オプティックが3人コーチ1人。1> まあアーディス、まさかのアーディス。わ、うんまあ、りかしらアーディスなんだな、みたいなちょっと感じたけど。うん チャンピオンズの爆発力、だいぶやばいものを感じたからね、うん、イエイの代わりになってくれるでしょう。まあ、ここは説明いらないですね。あでもそっか。マウドがいなくなってるから、うん一旦。インターナショナルのチームが固まるタイミングでは、休、うん、速を取りますっていうことで、今回は出場してないです。ここはもう楽しみですね。まあ、でもこれはエナルジー、エナルジーかな。こういうエナルジーだったら。じゃあ、お次は3試合目、ジェン・ジー・ G、ラウド。うん ここ結構なんか地味に面白そうな試合だなっていうラウドが気になるな、うん、ラウドは、えー、センチネルズに行った2人、うん、2> サシーパンカダ以外の3人はステイ、うんえー、元 NIP のカ,ワジカーアン,ジン、うん、俺らが戦った相手でもあるカーアン,ジンともう1人はブラジルの別チームから若い子だったかなツイーズツイーズカーアンはすごい印象に残ってる、ね、うん 今いくつだろう ?17 とかか。若、ね、まだ。あん当16とかだったよね。うん、まあめちゃくちゃ攻撃的なイニシエーターとして。うん、まあ本当にメタが今、まあ、そうはピックされることが増えてるから、まあ、そこら辺でも結構良さそうだ感じはするよね。うん、なかなかね、そのサッシーの元いたスペースって考えると、背負うものが大きいかもしれないけど、うん、頑張ってほしい。ね、で、なんか、もともとコーチにもね、ピストル面で、 いろいろなんかコーチングを受けてたらしくてうん、うん、そのフロット CS レジェンド俺とも聞いたことあるぐらいだからうん、うん、がまあそこで今回正式にコーチとして半分ぐらい変わったかなって感じですねコーチ含めて、うん、まあアスパスレスサダーキ健在であるとそうカージンも増えてなんかさらにすごいパワーが増したからってもともとサダーキ自体が IGL だったからそこまでなんかチームのスタイルとかは変わらず、うん ててるるのかなっ感じす対すればジェンジーです同じパシフィック代表どうなんですかねしばらくちょっとスクリームもしてないな最初の方やったけど最初の方ちょいちょいやってたけどまめてよベイルなのでね日本人としてはなじみの深いエコーとかもね元日本チームのプレイヤーが2人キング TS シークレットここはどうかなラウドの完成とかかどう 純粋に考えると結構やばそうだから、うん、なると、うん、しかもホームだからねブラジルホーム、まあ、他のタイトルだとブラジル開催でブラジルホームはねもうえぐいんだよね <laughs> やばそうだよバフが <laughs> バフ結構異様なぐらいかかるよね何、うん、か他の国だったらそんなにさ、まあ、自国開催だけど、まあ、結構自国以外を応援する人も結構それなりにいて、まあ、なんかそんなになんかめちゃくちゃ自国和風みたいなのないけど ブラジルは本当ブラジル開催でブラジルのチームにいたらブラジルしか応援してないから初戦 <laughs> ちょっとそうジェンジーとしてはちょっとかわいそうなマッチアップではあるよねしかも前回チャンピオン優勝だからかあおさらそこなんだろう、うん、まあ本人たちも全然プレッシャーはあるだろうけど押されずに頑張ってほしい、うん、まあどっちもプレッシャーかかるだろうけど、うん、それに打ち勝った方が勝てるかなって感じはしますね、うんはい、そして FPX カーマインコープ、うん はい、ちょっとねバロラントでなじみ深い人たちは FPX? あれ、なんか中国人選手がいるぞってなってしまうのかもしれないけどもともとのメンツはもうだいぶナビの方にいってるしね、うん、なんで FPX はもうリーグチームではないんだけど中国のチームとして今、うん、FPX 特,特別招待もともと ZQ っていうチーム、うん、まあなんかアジア圏で、まあ、中国の競技シーンとか見たことある人だったらそれ何見たことあるような、うん もともと中堅ぐらいで、なんかそんなにめっちゃパッとしないようなチームであったんだけど、うん、去年の末、年末ぐらいからすごい成長してて、うん、特にその今の新パッチというか、チ、うん、ェンバーナーが入って以降は、かなり EDG とかも倒して、うんうん、中国1位の座を取ってるチームですね、まあ、ここ、本当台湾、台湾の選手が一応2名いる、日本人からしたらめちゃくちゃなじみ深いメンツではないかも、ね。うん でもめちゃくちゃ強い打ち合いが EDG のなんかパワーみたいなのは知ってる人も多いと思うんだけど、うん、まあそこを堂々と正面から張り合うようなそうあとね単純に打ち合いもそうだけど、まあ、割と今回 FGC の決勝、うん、EDG がかなりその打ち合い勝負に持ち込もうとしてる構成が多かったんだけど、まあ、それに対して戦略勝ちできるような。うん そういう幅の広さもあるので期待できるチームなんじゃないかなって思うかな対するカマインコップですよスクリーム兄弟はいスクリーム兄弟アディルブラザーズはい XMS は重ームプレイヤーうん CS5 でも有名でまあバロンで行くとマットライオンズうんまあスクリームと CS5 の頃しばらく同じチームでチーム NB とかでそのための XMS かはい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  5人倒すエースのの有名なやつオーバーパスそう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 5発で5人倒すっていうエースがあってじゃあもともと GO プレイヤー、うん、このシンとニューゼラはうわちょっとゼラゼラ一族ですね、うん、<laughs> カーマインコープ自体もね日本人にとってはかなり馴染みないよね、うん、俺聞いたことなかったなかった、まあ、ヨーロッパもね本当にちょっと名前見たことないなみたいなチーム結構増えてきてるからこのフランス人フランス人で固めたかれるのなんで 国民性もあると思うなんか GO の頃から一生フランス人で固めてフ、うん、ランス人シャッフルフランスシャッフルあるねよくあ,とはあったねあ、うん、れかなそのヨーロッパの中ではあんまり英語を使うって感じじゃないのもあるかも<ー>スクリームとかも最初は多分英語そんなにだけど今はこの前までねインターナショナルのツールで頑張ってた、ねまあ、これ全くゲーム関係ないけど、うん、まあフランスは まあなんかその,他のヨーロッパ圏の国って結構、英語喋ってくれること多いけどうん、うん、外国人に対してフランスはマジでフランス語でしか喋ってくれないらしい,らしいね、それはよく聞く話なんかそういうこの英語に対するイメージとかうん、うん、自国の言語に対するプライドみたいなそういうのが結構強い国になのかもね、うん、お次は b b l v s d ク x 来ましたね、BBL <laughs> トルコよくやりましたね。はい もうねトルコ人はね打ち合いに関して言えばチャイナと同格というか異様な強さを見せてくるのでこの BBL 変通ほぼ変わってないよね変わってないね変わってない新しく入ってる人とかいますか1人ぐらいかなえそうなんそうそうっちにみたいなこの人はファイアフラックスとかああそっち系にいたはいはいはい まあすごいチームとしても覚えてるん,だけどなんか個人,個人の名前がすごく覚えやすいエイムドゥルルそうエイムドゥルルとアスラン・バシャード <laughs>、うん、クエスチョナー X トルコ人のターコブレイブターコが強いんだターコとブレイブはもうね、うん、覚えてますよ俺もともとエイム強者プラス、まあ、でもなんか本当にやってて強いなって感じはするんだけど、うん、なんか意外と勝てないやっぱトルコのチームは、うん、まあ お相手は今回はフォクシー9入れて、うん、まあオフシーズンでの大会は、まあ、フォクシー9メインでロスター組んでたので、まあ、ちょっとどうなるか、うん、中ブラジルで誰を出してくるのかっていうところはすごい気になるけど、うん、まあここは、はい、安定なんじゃないですか何も心配せず DX1、うん、試合目最強との7回 d r x がシングルエリミネーションで初戦 <laughs> <laughs> 当たりたくないチームナンバーワンランキング、うん しかも再戦がない今回はつるじゃん。ここ本当おもろいのがあの下にシーナインペーパー X 確かにとんでもない。やばいね。だから二回目でディアレックスペーパーレックスがまたありえる。初戦当たりたくないランキング一位と二位のチームが同じ枝にいて二回戦で当たるかもしれないと。やばいな。はい。だシーナインマペーパーレックスもしシーナインが勝ってもディアレックスが来るしビビレが勝っても しいい怒ってるだろうなこれ何これ<ん>って言ってるだろうねそう割とこの中だと本当に一番嫌かもね、うん、マジでちょうどこの4つがいるのがね、うん、そうそうそう,そう最悪のかなり最悪の枝だよね<枝>ここね <laughs> BBL と C9 ではかなりご愁傷様ということで他のところはね割かしまあそんなに悪くないというかちょうどバランスいいなって感じするけど、ね、ここだけね あの1回戦目と2回戦目のバランスがすごい悪い <laughs> 結構かわいそうなところであるよね4チーム次イーージイージーが10チームでしたっけ今8人今8人ついこの前撮影する日の2日前ぐらいに1人増えて8人目が最終的に10人ロースターにするみたいなことを言ってますねどうなんですかね10人ねちょっと やってみないとかなり各所方面でいじられてますけどあのロスターは <laughs> まあメンツ的に、うん、まあ有名どころでいくと E さんとかそう初期 100T ヒコとかがいた時のチームにいた E さんとか直近だと BCJ じゃ、うん BCJ も入って、うん、おぼっち勢だったらブースティオどうなんだろうなここからあと2名誰が増えて最終的に誰が5名出るのかっていうね、うん、かなり、はい ブラックボックス度の高いチームですね,、うん、ね対するヘレティクス、うん、まあ戻ってきましたよケロックス、うん、イメージ的には元 G2 が2つに分かれて、うん、そのジャイアンツとヘレティクス、うん、半分半分半、ね、みたいな感じミクセルもこっちにいます、うん、この前出てたミ,ミクセルのインタビューだ、うん、と、まあ、今までなんだろうな G2 時代では、まあ、自分がやりたくないロールとか役割をかなりやらされてた、うんうん でまあ、結果として、まあ、それが何か原因で自分のパフォーマンス低下になってベンチに入ってしまったみたいな話をしててだからヘルティックスではできるだけ自分がパフォーマンスが出せるようなロスターを組んだっていうふうに話していたので。うん、ってことはデュエリストをやらないっていう意味それでケロックスと一緒にいるってことはデュエリストをやらない方にいってるっぽいね今は。うん、その どこだっけインドであった。ペーパーックスが優勝した大会とかでは、ケロックスディエリストの前も XL センチだったかな。うんうん。ちょっとこれ、誰が IGL をやるか分かんないですけど、ジークもアボアもいるし。たぶブーかな。ちなみにこのブーは、もともとどこにいた選手あれですね、OG ロンドユナイテッド。ああ、22年ドか。知る人ぞ知る。あそこも堅チームで あのその元メンバーがかなり EU の,、e U のうん、知ってるあのリーグチームに結構入ってきてる、うん、ヘレティクススペインのチームですね、まあ、どうなんですかねまあ本当に G2 時代のケロックス辛そうでそこからまあちょっとかなり落ちて、うん、最終的にまあパートナーのチーム戻ってきたけど、うん、まあこのチームは本当にケロックスがすごい大事な存在だと思いますあ彼のパフォーマンスがどういう出せるのかっていうところは すごく惜しいプレイヤーであったのででも純粋にこの並びがまた見れるっていうのはそうねすごい嬉しいミックスエールジークもいるしねお次ミブラミブラタロン MIBR をミブラっていう人許せないんだよねミブラ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 印象ありますかんかいやあれよヒートブリーツヒートねもうヒートですね 最初の世界大会のボコボコにされた相手で俺はもうめちゃくちゃ覚えている俺はあんま覚えてないんだよな、ね、<laughs> 記,記憶は記憶を消すの得意なんだ俺 <laughs> <laughs> ブリーズでてボコボコにされた覚えてい記憶消すの苦手だからね、うん、もうずっと焼きついててまあ印象悪いですね、うん、あれ以降2022年ではそこまで表立ってうん なんだろう国際大会に出てきてなかったけど、まあ、ブラジル国内では頑張ってて、うん、でも今回 MIBR に移籍だよね、うん、ほとんどの人間がリードスターズから3人、うん、MIBR でもともと MIBR の2人が残ってるあとは読みづらそうな名前がいますね JGGFRZRGLM <laughs>、うん、何て読むんだろう666、ね、万トクティクソジンみたいなティクソジン分かんないわ <laughs> かりません <laughs> 実況者泣かせな名前がたくさん並んでますけど、うん 公式の見解を持ちます <laughs> 中堅どころをさらにビボケードが引っ張ってきて、うん、ちょっとや本当に分かんないな、ね、このチームはどれぐらい強いか、うん、かブラジル本当にラウドの時もそうだけど、うん、すごい才能が眠ってる若い選手が、ねうん、突然大スターが現れるみたいな感じで予測不能な強さがあるのが怖くて、ね、あんまりなめてかかれない初戦、うんまあ、でブラジル 当たたるそのチームはン、うん、ンですけどササプラスパティパパパテティィが帰ってきた、うんまあ、ちょっとま,まだなんかどうなんだろう出るのかな出るのか出ないのか、うん、まだなんかそのおばあちゃんの頃に痛めた腕がまだ治ってなさそうな雰囲気はあったし、まあ、ちょっとブラジルまでに間に合うのかっていうところはあるので、まあ、今回もしかしたら見送るかもしれないし、うんうん、なちょっとパティパンのプレーが見たいなっていうのは内心ある。 最初にその世界大会で傷跡残したアジア人って感じがすごい印象は強いんで X10 うんまあちょっとここはやってみなきゃ分かんないかなって感じだな、うん、そこまでこう絶対こっちって感じがしないね、うん、未知数が、ね、未知数、はい、ということでアルファは以上となりますけど 1>,、うん、1位の方グランドファイナルまで抜けてくるならここだろうなっていうチーム一つ DRXDRX じゃあ、ペーパーレックスだ。<laughs> そこで決まっちゃうからね、も決まるとしたら、<laughs> ラウンド2で、その、どっちかになっちゃうからね、うん。そうだね、どこかな、まあ、これは、うん、ちょっと分割するセミファイナルもでしとくセミ2チーム予想、うん。セミ2チーム、上下,上下1チーム。じゃあ、DRX って決めたら上の。<ー>俺、上は、上はラウドかな。ラウド。ーラウド DRX かラ。ラウドか、FPX かな、俺。 ちょっとをいとかジャイアンツはね、うん、まあメタにフィットしてるかで言えばどうだろう。なんか今の,今のメタを考えると、うん、ラウドとか FX の方がパワーでそうかなって。クはジャイアンツ。ジャイアンツ。うん。でも、もちろん、うん、初戦の DFM は DFM を応援します。もちろん。僕らより最近試合ですからね。うん、はい。下ですけど、えー、これで今40分でございます。チームが多すぎるよ。 はい、これ2チーム入ると80分かかりますね。下, <laughs> うん、下はちょっとかいつまんで見ていきましょうか。はい。デルタは。はい。まあちょっと上から順番にでいくとまあ面白そうなところは。いや、注目チームしかないな。そうなんだよね。<laughs> 下はコインではなかなかリメンツが。まあちょっと軽く触れていく程度でじゃあいきますか。まあチームレキッド。うん、や、すごいね。はい、フラン,ねランチックと同じく、結構、ここはスーパーチームつってできたかな。うん。補強に成功したチームかなと思いますね。うん、ナッツレイドが。 きょう兄弟が出ていったことが良いいかったのか悪かったのか結果的にはちょっとわかまあ戦ってみなきゃ分かんないけど結構別のチームになる 2>,、ま、2人が抜けると、うん、そうだね、うん、動きも変わるかもこ、うん、れがいい方向に行くかどうかっていうやっぱりそのレドガーだっつっていうのがめちゃくちゃ元のチームのコアだったから、うん、そっち色に染まるのかなっていう予想もありつつレドガーとカイジエルだしね まあかなりバランス取れた上で全員がその高いスキルを持ってるチームだよね、まあ、セーフもいるし対するシークレットシークレットはほぼほぼ変わらずえっとだから 2>, 2年前のチャンピオンズ CR が戦った時のシークレットともうほぼ同じ。 年齢はただの数字だという名インゲームあの頃から言っててそれで2年がたってるからさらにねさらに数字足す2は数字みたいなでもちょっと若めの子が何人か入ってたかな多少平均年齢が下げられた感じはしますまあこれはリキッドでしょいやまあ分かんないけど戦うまではやっぱり新チームっていうのがねシュガーゼロお気に入りのナッツがいるんでね応援してあげましょうはい ナビ VS クルー来ましたナビ、うん、元 FPX がより。これね結構難しい、うん、アーディスアウトの C ネットイ、e、ンはね <C S 1> 結構難しいよね <laughs>、うん、やってること自体はとんでもないんだけどどっちも強いんだけどちょっとタイプがやっぱ違う、うん、タイプが違う強さの人間を入れ替えるっていう、うん、まあでもジェットメタだからな今、うん、そうねまあでもアーディスのジェットもねいや強いけどうん シーネやばい、うん、まあシ n n だやばいっていう話は皆さん言いますね、うん、はい日本人プレイヤーのやつなんでただでさえやばかったのにそれを増すのかっていう、うんまあ、前回よりそこがどれだけまあパワーアップしてるのかどうかっていうのは気になるところだよね、うん、チームの根っこみたいなのは変わらなさそうだからう,ん、そうまあ、エンジェルいるし、うん、まあ今回もね FD おじさん見せてくれるのか <laughs>、はい、対するクルイスポーツクルークルーは南米は結構メンバーが 南米結構シャッフル感あるよね。んう,うん、半々ずつ。うん。レビアタン、クルーとか、あと、他のラテンチームの中で、変わりつつ、で、うん、クラウス・ナグゼット。そ<う>クラウス・ナグゼットが残ってザザ、うん、ザンドですよ、ザンド。我々が、はい。ューリを繰り広げた。ジューリスト・イジエル。<laughs> うん、ジュリスト・ケイジエル。チームリーダーのザンド、はい、ザンドね。うん。いいよね。この前、ついにブラジル人一人だもんね。うん。結構南米の、なんだろう。 さらにちょっと、ブラジルって感じのチームの印象ではなかったから、うん、まあメルサーもいるしね。うん。リビアタンから。メルサー強いんでよ。このダビージー、ダビーズダビーズは結構抜擢かもしれん。ダビーズ。ダビーズはこれもともとどこのチームになんか、イース、エクソロズ、レーザーみたいな、あんまり分かんないチーム。ええー。うん、ブラジル中堅のところって感じから。抜擢。 シャッフル半分抜擢半分みたいな感じが南米はどこも感じられてまた、はいうん、ちょっとクレーはなんか前ほどのその前は本当にクルーっていう印象がすごい強かったけど今回も本当にマジで新チーム並みの今までのイメージとは全然違うんだろうなっていう感じがすごいするね、うんうん、新しい風を吹かせてくれる場所、うん、このワッチャップはそうね、うんはい、ゼータデ・ディビジョン リヴァイエさん。はい。初戦当たりたくないチームとも、俺も、ここもそうですね。リヴァイエさん、やばいっす。結構、北京、南米だったら北京プラス言語も合わさって、前回より強くなってそうな雰囲気がすごい2022終了段階でのドリームチームみたいな、南米のドリームチームが出来上がったような、とにかく火力も高いし、オヌールがうまくまとめてそれを。そうね。超一が 出るチームここは初戦ということで頑張りましょう頑張りましょうはい初戦を抜けた先に待つのはチンバイタリティ VS グローバル E スポーツ来ましたねグローバル E スポーツみんな大注目のアジアンリーグスター本当にグローバルになったグローバル E スポーツとんでもないぐらい本当になんか名を呈してるよねただメンツ的には韓国人2人カナダオーストラリアインド2 基本英語らしいですね、うん、もう完全に。まあ、多分 IG L、IGL、うん、I D が NA の、うん、プレイヤーなんで。スケロッシとかね、グ、うん、ロンスキー、まあ、韓国はテクスチャーカバッチ、まあ、どうなんですかねっていう感じの。うん、面白いチーム、はい。対するバイタリティは、うん、ボーンコールド、センダー、モルシー、デストリアン、ツイステン、うん、ここはちょっとどうなんだろうなーって。えっと、2人から、うん スイステンはビッグから、うん、本当にこれもさっき言ったように EU のティア2の堅いところが集まってもともとボンコールドはもっとアセンドだけど、うん、このチーム結成する前にもうバイタリティに入ってて、うん、なのでバイタリティステイ組が2人モルシーとボンコールドえっとセンダーとボンコルド,ド、うん、モルシーとデストリアンが王子スイステンが個人的には 注目か,か EU だと名前ちょくちょく聞くねくうん。ツイスンールドとかに入る噂もあったような、うん、すごい強い火力のあるプレイヤープレイヤー。次フットレックス。はい第2のトルコチーム来ました。うん、ここはね QW1 でしたっけジェット。ああ。やばいやつね。<laughs> 結構なんか死ぬ波に。ああ死ぬ波にやばかったやつだ、うん、死ぬ波にやばいジェットがいる。 チームですねフットは、うん、個人的な印象だと BBL 強いかなって思いますうん,、うん、なんか名前のそのんだろう有名度、まあ、知名度でいうとまあ全然 BBL だけど、まあ、実際戦ってみた時に断然フットの方が強いかなって感じがしたうんうん、うん、メンバーもほぼキープで変わってないね、うん、対するレックス RRQ ってやつですねはいもともとパートナーカースする前にちょこちょこ見てたんですけど、うん ベバレックスのコーチのアレックス曰く、まあ、結構ちゃんとしているっていうチームらしいあんまりスークリームもし、まあ、ちょいちょいしちょいちょいしたけど、まあ、そこまで手ボトルとフリップサイダーこれい遺跡ですよね、うん、ブームから、はい、ブームからの戦った,った、うん、フリップサイダーとか結構印象強いんじゃんめっちゃラークしてくるジョイとかサイファー動いてない結構さブームが4 1で動いてくるみたいな、うん あ,そうあれの位置をやった覚えてるそうレックスモトメンツさんに、うん、ブームからのチ置2人 2>、うん、ちょっとねこれどっちも分かんないなまあでもフットかなって感じはするしこもフットな気がするまあでもアジは頑張ってほしいですねって感じです、うん、やっぱりこういう世界大会初みたいな人がいっぱいいる中で経験者いるのがねそ<う>大きいかもねうまく引っ張ってくれるいいかなってい、うん、はい来ました 100TEDG <laughs> またやったらここから3連続ですごい動きますよ <laughs> チャンピオンズの再戦かなはいどちらもメンツは、まあ、100T は1人一人,人うん大補強クライオ・セールスはいクライオ・ましたね。まあかなりもう印象的だったからね、うん、直近のその大会でもね、まあ、全然 100T 完成度違ったなって感じなん、うん、すでに仕上がってる、うん、まあメンバーが変わってないのもあってまあ練習も早い段階から、まあ、アスナのインタビューで話したけど、うんうん 早段階から始めて今もうここの全チームの中だとまあ他知らないところあるかもしれないけどかなりこの中だと完成度ずば、うん、抜けてるのかなって感じはしますねはい対する EDG、うん、メンツ変わりません変わらず、はい、もうご存知アボ、うん、チャンピオンズには出てなかったよねそうで、ね、すその時はまだライフとかだったアボねやばいよねいやアボよりスモーキーでしょアボやばいよ アボスモーギーもやばいよ。いや、スモーギーで圧倒的に。いやいやいや、後半の方、スモーギーはかったけど、チェンバー前まだやってたときに DG とスクリームしてるはまは、まあ、アボも結構やばかった。チェンバーはカンカンがやってなかった。アボ,アボがやった。後半なんかデイズ・チェンバーとかやってる時う,んう,んうん。ああ、そうそうそう。いやでも スモ前もかったねそれを最初今俺一番やばいと思うじゃスモギーがだって例のやつだもんあいやばさを自分で認めてるよ俺やばいから例のやるわってなってまあ結構補強かなとは思いますねアボが入ったことによって本当にパワーがトルコ並みだねいや俺これ EDG 勝っちゃう気がするな100手 EDG うんメンバー変更があんまりなくてもう 極限まで煮詰めた戦いって感じこのマッチアップやってほしいよ <laughs> 俺はほっとね <laughs>、はい、次、はい、本日の目玉第1回戦目目玉 <laughs> センチネル VS フランティック結果だけ言うと10080パーぐらいフランティックではあると思う20減らしたね、うん、あらでもこれかなと思うけどこれですよ、うん 世界大会決勝の再マッチ。うん、あ、そうか。一番最初の世界大会。あ,<ー>あの時はセンチネルが3-0。はいはい、その時とメンバーが一緒なのは、テンズ、ボースター、ダーカの3人かな。うん、あ一応シック。シックもまあそうだね。リザーブ、うん、シックはリザーブかなって思うんだけど。うん、まあフナチック。うここもね、リギットと並ぶ、補強大成功チーム。うんうん、レオとか多分、ちょっと前までイブシギンプレイヤーみたいな。うん 知る人の知るって感じだったなと思うんだけどまあ日本の皆様はもう強さを目の当たりしたんで、うん、俺岸さんの回の時から言ってたよねレオは言ってたん、うん、まあでもねなんかそういうプレイヤー、ま、マジで多いけどまあその中でもやっぱずば抜けてるていうか、うん、中堅でこいつやばいなみたいなプレイヤーいるけどレオは昔からって感じ最強のユーティリティプレイヤーうん,なんかもともとこのチームボースター IGL で動かす手駒が強ければ強いほど結構やばい、うん と思うのでここはねだいいやばいんじゃないかなか、まあ、ダークジェットも出てくるしねアルファーキルジョイもねめちゃ強かったから今のメタにもかなりフィットしてるんじゃないかなって感じしますねセンチネイルうんどうですかさしまあホームゲーム、うん、ブラジルメンバーが入ってあの本当に下打ちしてたメンツはいなくなったので <laughs> 反感を変えることはないないと思いますけど、うん、まあ移籍的にはまあ移籍 でのまあ、ニュースのでかさで言えば、うん、まあここはかなり大きかったね。うん、衝撃的だ、うん、チャンピオンズ優勝チームからの移籍<う>だからね。さしいパンから移籍、点、うん、ズプラスゼッケンだしね。うん、ゼッケンが、まあ、いい味だしだよ、ね、うん、ここは。どうなんですかね。まあ、ちょっと戦う相手が悪,か悪いかなって気はする、うん、ちょっとフナティックがそのイップス発動する可能性あるので、点やばいみたいな。<laughs> はありますオ <laughs> ースターぐらいかもしれないですよね、うん、あの、<laughs> まあ、テンズもなんかね、今、イニシエーターとして、うんはい、ゼッケン、デュエリストの座を譲って頑張ってるみたいだから、献身的にやってるんじゃないですか、まあ、ファンからの英語がどれぐらいうまくなってるかも気になりますね、うんはい。最後、T1、うん、キュリア、うん、皆さん、お待ちかね、マンチキン、いますよ。一応、バン、アメリカ国籍だけど、まあ、実質、韓国人らしいんすね。 なでねなんか今アメリカでブーキャンをしてるみたいで、うん、向こうでのスクリーンブーキャンっていうかもう T1 の施設がアメリカの、まあ、本拠地が今そうだから映ってないって感じでね一応韓国にもあるだろうし、うん、まあこっちのリーグが始まり次第来るって感じなのかなちょっと未知数で直近の大会でなんかサイプレイヤーが一生ネオンをピックして負けるというね <laughs> 寄稿をしていたのでまあ本当に実力はわかりませんが なここもねヒューリアはほぼ4人キープ施設新しく入ったのがムーゼラ大物「こいつはやばい」とずっと言われ続けでも世界大会に出れず、うん、1回レンタル移籍しなかった、うん、大会だけそう最初ブラジルでこいつだけダントスで強いみたいな、うん、ずっと言われてたヒューリアもすごいまとまったチームでそこにポンと入るっていうのがいい効果を 出すかもいやまあバロラントで T1 ちゃんとこうやって T1 の文字が見れるのはいいですね。うん。NA にいたんで。うん、ということでまあデルタ。ここはねまあちょっとゼータいるんで下だけにしときましょうか。うん,うん。これ下結構えぐいんだよな。フラティック。フラティック。100TEDG センチフラティックね。うん、フラティックかな。<laughs> 決まってたでしょ。<laughs> まあでもねちょっとね 100TEDG 勝ったところがフラティックと当たる試合も絶対楽しいと思う。 割と、どうだろう、戦地より可能性はあるんじゃないかなと俺は思う。個人的に。ただまあ、段優勢ではあるけど、ワンチャンじゃなく、まあ、全然が可能性あるかなって思います。ということでね、これは大会いつからでしたっけ ?3 月 ?2 月 ?20?2 月の3週目とかだったよね。確か1試合目が。書いてないですね、ここには。書いてねえか。書いてねえか。初戦が 2>, 2月の14、初日、うん、からデトネーションが出ますシングルエリミネーション、BO1、3、デスゲームが始まる、うん、最速帰国を決める16チームを決める試合がね、始まりますので、その時き、ね、もう僕らもいますかね、ブラジルに。うん、今回僕は行かないんで、<う>応援してます。応援してますというか、ちゃんと日本からサポートします。<laughs> 時差、<う>時差、時差,12時,間時差、<laughs> 地球の真裏から。 もうこれいけたらもう何でもいけるってことだよね。そう、中野逆転、リか逆に分かりやすいものあるかもしれない。うん、でもうん、まあ。<laughs> <laughs> はい、いろいろインターナショナルリーグ見てきました。まあ、ロックインでね、まあ、マスターズが出れる人枠が決まるというのは、まあ結構大事な大会なんですけど、まあただシングルネーションということで、まあ、楽しんで見ていけたらいいかなと思ってますね。<laughs> ということで、ザイクスキュアの黒章、今日はここまでです。YouTube は、まあ、高評価とコメント欄の コメ,ントコメントと高評価チャンネル登録、字幕をつけてぜひ見てね。はい、Spotify もあるので。Spotify もね、自動音声通訳。誰がやんだって。<laughs> <laughs> ということで、<laughs> 本日は終了です。また見てね。さよなら。さよなら。またブラジルで会いましょう。